ただいまより新日本イングリッシュチャンネル開催いたします。どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。今回はこれまでにやったオン、ウィルなどの復習ができると思います。知識の定着のためにもきっちりと行っていきましょう。それではどうぞ。さあ、それでは今回も見ていきましょう。 Just look at you, Tiger. Just look. 目を向けなさい。命令形です。どこに？ At you. さあ、この at、 この at は点です。まあ、前置詞っていうのは基本的には場所関係を表します。そしてあなたを点として見なしている、そこに目を向けろということで、あなたに目を向けなさい。最後呼びかけで Tiger、 タイガーちゃんよっていうことです。 My little boy all grown up。My little boy、 私の可愛い坊や。その後に All grown up、 すっかり成長した状態っていうのが後に後ろに並んで追加情報として加えられています。坊や、すっかり大きくなったわね、成長したわね、というわけです。Now, be sure to look after Gemma, you hear? Be sure、確かであれ、命令形です。To look after Gemma。 Gemma の面倒を見ること、これを look after Gemma を指して、これを確かであれって言ってます。そして look after、なんでこれで面倒を見ることになるのか。前回出たんですが、look、目をやる、after、なんかの後についていく、後ろについて目をやるということで、こんな意味を生み出します。世話をする。そして you hear、 聞いてるかっていうことです。To think you've been inseparable since you were tiny. To think、 まあこれも不定詞です。考えてみると You've been inseparable、 あなたたちはずっと過去から現在にずっと分けられない状態だって言ってます。現在完了です。さあ、この現在完了形なんですが、完全マニュアル、動画で出してます。ぜひそちらもご覧ください。さあ、続きです。 Since you were tiny、 since 何々以来っていうことなんですが、 You were tiny、あなたたちが子供だった、小さかった時以来っていうことです。 And そして Here you are、 よく聞く表現なんですが、 Here you are、 はいどうぞみたいな時に使います。ここだよ君たちみたいな感じです。そんでもって、ここだ君ら、この状況だ君たちっていうことです。 Here you are、 これは統治が起きてます。本当は You are here なんですけれども、ここだよ君たちみたいな感じで先に Here を出してます。この部分が統治だということです。さあ、続きです。 About、 大体とか About にっていうことです。 To climb、 これも不定詞で Climb、 登るを指してます。大体登る、登ることの周りにいるっていうことです。 About 一郎って言ったら一郎についてとか、 About 7、 大体7時頃っていうことなんですが、周りにあるような感じです。この場合は何の周りにあるかというと、登るを指して登ることの周りって言ってます。なので意味合い的には、何々するところだ、何を登るのかだと岩山を。はい、続きです。 Together、 最後に一緒にっていうものが追加情報として後ろに加えられました。全体としてはこんな訳です。考えてみれば、お前たちは小さい頃からずっと離れられてないね、そんでこの状態なんだよ、一緒に岩山を登ろうとしてるな、そんな感じになっています。Oh, and if ever you lose your way, just follow Sandy. If っていうのは二択です。A、B、二つの道があります。A の道に行ったら、B の道に行ったら、そんな感じです。まあ、訳はもしでも、この場合は構いません。Ever、 いつでもいいんだけど、You lose your way、 あなたが道を失う、道に迷うということです。さあ、次。Just follow Sandy、 サンディにただついていけよっていう命令形が並びました。ああ、それからいつでも道に迷った時はサンディについていきなさいね、そんな感じですね。さあ、どんどん行きましょう。 That dog's got more sense than any of us. That dog、
あの犬 has got。 この has got 現在完了っぽいんですが、意味としては持っている、ただ持っている、 have と同じような意味です。これイギリス英語中心にあるらしいんですが、 have got イコール have、 have が三人称単数なので has になってます。何を持っているのか、 more sense、 より多くの感覚ということですね。 than、 何より、 any of us、 我々の誰でもいいんだけどっていう表現です。この any of us、ちょっと深掘りしていきましょう。さあ、こちらをご覧ください。 any の漢字というのはこんな感覚です。どれでもいいんだけど、何でもいいんだけど、相手に選ばすような感じです。さあ、この漢字 any of us の of、 まあ何回か出てきたんですが、一部 of 全体、この感覚も一緒に覚えてください。一部の部分が any、 そして全体の部分が us、 我々ということになります。もう少し、単純な文章に変えてみましょう。 two of us、2人、 of 全体、我々のうちの2人ということになります。 to の部分が any に変わっただけです。どれでもいいんだよ、2人っていうのが any に変わりました。どれでもいいよ、この中のうちのどれでもいいよっていう感じです。さあ、それでは先ほどの文章に戻りましょう。 any of us、 我々の誰でもいいんだけど、どれ取っても、どれ選んでくれても構わないんだけど、それよりもという表現です。あの犬は我々の誰よりも感覚に優れています。関西電気法案協会。Off you go now, dear. Off. On の逆語です。離れる感じがあります。離れて you go。 行きなさい。あなたは行くではありません。行きなさいという命令形です。Dear。 それで、さあお行きなさい。I know the two of you will be just fine. I know. 私は知ってるよ。何を？ The two of you will be just fine を知っています。君たち二人は大丈夫だろうっていうことを知っています。ちょっとなんか不思議な表現なんですけれども、これ見ないでももう確信を持っているということです。あなたたちは絶対大丈夫だよ、もう結果見なくても分かってんだから、私知ってんだからっていうことです。なので日本語にすると、私は確信している、そんな感じになると思います。 The two of you will be just fine、 ちょっと深掘りしていきましょう。 The two of you、 あなたたちの二人、先ほど出た表現と変わりません。2人が一部で、全体が you、 あなたたち、君たちっていうことです。 We are just fine、 まあ全然大丈夫だよ、君ら2人は大丈夫です。これがこの現在形の部分。現在形というのは現在の事実を表します。それに対して実際のこの文章、ゲーム内の文章は will be just fine になっています。 will、 will はこれも何回か出てきたんですが、何々しよう、何々だろうという意思予測です。心に思い描いて、これから起こること、これからすることを心に思い浮かべて言ってるだけです。 be just fine、 大丈夫だろうっていうことです。さっき are だった部分、 will を置いたら be に変わってしまいました。これはなぜか、 be 動詞の are、 現在形から原形に変わってしまっています。これは時の表現が置けなくなったと書いてありますが、もちろんそうですよね。意思予測で話していることは現在の事実でも、もちろん過去でもありません。ということは時の表現が置きようがなくなってしまったということです。なので原型になっている。ただそういうことです。 will を使ったから原型になりますよとか、そういう機械的なことでは決してありません。さあ続きです。 and I'll make sure、 私は will、 さあ先ほど出た will です。 make sure、 make sure を思い浮かべました。私は確かなものにしようみたいな感じでしょうか。さあ続き、 there is、 there are、 何々がいるある、この表現も覚えてください。何を確かなものにするのか。 There's a delicious supper. Delicious、 美味しい、 supper、 晩飯ってことなんですが、美味しい晩ご飯がありますよという状態を確かなものにしますと言ってます。さあ続き、後に並んで waiting for you、 あなたを待っているっていうのが追加情報として delicious supper にくっつきました。これで delicious supper があなたを待っている状態ということがわかります。When you get back、 When は時です。どんな時、これも追加情報が必要になります。あなたが戻ってくる時ということになります。これで全体が、あなたが帰ってくる時、美味しい夕食があなたを待っている状態を確かなものにするわということです。さあ今回も約10分間お疲れ様でした。英語学習は辛いことも多いと思いますが、一昔前と比べると本当に中身のある参考書やアプリ、インターネットを利用した学習などを考えると、
本当に話せる学習が手に入りやすくなってきていると思います。受験も大切なんですが、それ以上に最終目標の設定が一番大切だと私は思います。これからも地道に頑張っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。